Hey yo! ケンツマッシュ！実際今日もね、帰ってきますけどもね、進化ボンバー強すぎて、多分、これで勝てるぞ。進化ボンバーとディガー以外、あと全部1コスト。で、まあ、最低限の2コストこれ。多分ね、これ勝てるんすよね。強すぎてこいつが。で、ボンバーのためにユニット引き出すためのディガーって感じかな。ちゅうことで、ちょっとマルチでやっていくんだけど、もしマルチで怪しそうすぎたら、あれするわ。グラチャやるわ。あ、俺のこれ、ボツ動画見えちった。剣詰めしゴルデッキ前やるのかっつったら、マジで前なすぎて、にやけどな、これ。さあ、これでいこうかな。ちょっとコウモリの方が強そうだな。これでいきますわ。まあ、2コスはご愛嬌といったところで。まあ、レベルもね、ちょっと不揃いだから、ファイスピ短期とかがたまに入んないんだけど、まあ、なんとかなんじゃねって思ってる。ということで、とりあえず進化ボンバーに合わせてディガーは出していくか。アイスピとかで引き出してって、このデッキを悟られないことが大事だからな。スケからのもうボンバー出しといて、ホグかこれ。ちょっと異例の事態発生か。異例の事態発生気味の耐えか。はいはい、ボンバー回りました。ファイスピ入んないっすよね。すみません、本当に。あ、こうしてあげて、はい、ボン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 からの、はい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 、あっという間にダメージリードをもぎ取ってきました。これいけんな。あるぞあるぞある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 。ロッキー砲だけ警戒して、ファイスピ多分バレてないんじゃない、これ入んないこと。14レベルでバレてない。オッケー。こっからは守れさえすればいけそうだな。結構ボンバー圏内には入ってる。まあボンバー出して、コウモリはまだか。LSP 出しつつ、スケ出して、これロケ砲一回しばかねえといけない。ファイスピ、オッケー。はい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 、入ってったよ俺ダメージ。進化コウモリのちょっとパワーもあるけど、まあ許してください。そこら辺はこの1コス進行させるときが多分一番気持ちいい、このゲームで。おれれれれれ、相手クララやめちゃうかな。大丈夫かな。はい、マルチ勝てました。まさかの、まさかの。うん、なんかね、強すぎんだよね本当にダメージが。うん、ちょっともう一戦いっていい。まあでも思ったのが、まあ引いちゃいけねえの引いたら負けるよねって話、エゲゼとか。まあ、それはそれ、それはそれでいくわ。デッキ悟られたらマジで即死すっかんな、このデッキは本当に。ああ、じゃあボンバーでこれはね、しっかりと稼がせてもろて、ああ、相手もボンバーだ。これ回すか。そう、こういうためにもある。こういうため、こういうため。ちょっとこれ痛いけど、待って、痛いけど、相手もまあ痛そうなダメージは入ってる。痛えなー。ボンバー一回温存してかなー。
売っとかないかもね、こっちは。トルネあんのかね、相手。それ次第。とりあえずボンバー出す。で、こう。オッケー、熱い。で、トルネ使うんだったらここで切ってくるから、ポイズンね。ちょっと早いでしょ、それ。進化ボンバー相手も分かってるか。まあこれエレスピ出して、じゃこれでごまかそう。これブラスターで持ってきる。ちょナイト早く出してくれよ。あー、なんかずっと進化ボンバー警戒されてんね俺ね。え、そんな感じか。そんな感じですか。だったらもう割り切って俺はこうするか。一応ボンバーだけケアしといて。ポイズン打ってみてくださいよ僕に。ちゃんとね。はいはい、ダメージ入る。レスピもチュンと入りました。あとは防衛するだけだね。もうね、分かってさえいればね、大丈夫だからね。いや、なんと勝ててしまいましたよ、2連勝。やるやん。ちょっとなんか進化コンボも強いし、これ理不尽すぎない？だってユニット出したらボンバーに抜かれるから出せないみたいな感じで。これ平均コストいくつよ俺。 1.5 やで。 1.5 なんかポロチンがさ上げてたよな、1コス。あれなんぼなんだろう平均コスト。ちょ、この試合終わったら見てみるか。もうこれ多分軽ければ軽いほどいいぞ、下手したら。まあボンバー出してからのディガー。ロイジャイか。ロイジャイまず。ロイジャイなんかね、射抜けるカードがそんないないイメージがあるんだよな。まあこれで処理して、マザネクとかいんのかな。ボンバーだ。オッケーオッケー。これは出して、これさ普通に強い説ない、このデッキ。ちょっとさ普通に強い説がないか。なんか相手がついてこれてないよね、明らかに。なんかガチかこれ。さては、ちょっとここの受けだけ大変ですけど、まあこっち側にディガー突き刺して、ボンバーを防衛用に置いとくかどうかがすごく難しいね。これでちょっかいかけて、はい、アザス2発4発かな。あー、ちょっと遅いか俺出すの。そしたらいやー、なんかね、守れちゃってるんですよ、これ。やばくね？
守れてますね。逃げ切れるなこれ、頑張れば。ここに5打つだろう。頑張ってマチュが残念。このカードはぶち壊れてるんです。はい、グッドゲーム。やばくね、このデッキ。やっぱぶっ壊れすぎてるやつってさ、こうなるよ。なんかフェニックスとかモンクの時もそうだった気がする。ちょっと待って。プロチンの平均コスト見ていい？1コス4枚入りのボンバーデッキがガチで強い。2.0 か。ウォールブレイカーとドリルが入ってんだ。いやでもこの呪文なしでさ、俺勝ってんのマジでリアルにやばいよね。なんか、絵面やばない？はい、よろしく。まあ大事なのはまずボンバーをちゃんと初手に切って回すこと。で、ここでちゃんとボンバーを回すも。見てこれ。やってること終わってるわ。あ、やべ、待って、気づいたら。終わったこれ。レジあるよね、おそらく。いや、そうだよな。やってることが結構ちゃんとあってたな。これは負けたか。矢の目持たれたんだって話だけど、すごくない今の。意地でも射抜くよっていう顔してるよね。いやー、矢の目ゲージは、まあ、俗に言うピンチってやつではあるけど、まあなんか頑張ればワンチャンじゃね？なんかこの逆サイの攻めがどこまでちゃんとできるかだと思うけれど。アイスピ出して、スーって感じやな、これ。これ、金魚でしょ。逆サイったのは熱いけど、レイジがあって、ヒーグスで、チュワーンってなる。いやー、ここの防衛だな。まあ多分、守りはすると思うんだけど、気合で。矢の目残ってんのか、ゴブジェ来ねえか。だったらじゃない。オッケー。アイスピで、ちゃんと蘇生して、ボンバも出して、これでどうよ。出してみろよ。ボン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 で削って。ボンバースケ。レイジ？いや、矢の飴使ったならいける。これちょっとボンバーでしっかりと、惜しい。奇跡。ボンボンボン、あー惜しい。にゃー、ミニペだけ独立させたかったな今な。いや惜しいんか、これで惜しいんだったら結構話変わるよね。ラストいくか。これで惜しいんだったらだいぶ話変わるくない？あれ、さてはこれ強いか。てかなんか強いちゅうかさ、パーツさえ揃えれたら、やっぱでも、高回転ディガポイ多分合ってんだろうな、この使い方として。ボンバーデッキの。ああ、ボンバー来ました。ああ、まあ、マザネクいんのかな。いたとしても、とりあえずちょっと処理だけして。痛いですね。欠点としては
やっぱボンバーを攻めに全振りしないと勝てないかなぐらい。まあこれ仕方ないね。最初がうまくいきすぎたか俺。これスキル使われてもまあエレスピでチュン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 でオッケー。吹きゃいいんだよな。でもはいいけどファイボがねちゃんとずるい。いいな呪文入ってて。でもこれドリル絶対守れるな。ウッドあるよなきっと。だからちょっとかわしてからボールブレイカー処理しないといけなそう。まあ、ドリルボールだと思うけどな俺相手がしてくんの。これ先に付け出しといて。あ素晴らしいですねそれ。いやただ起動できたの熱くて、もう相手にバレたかな俺のダメージソースは。まあこれボンバーキング起動用のやつだよね多分ね。まあバレますよね。使ってる人だったらなおさらね。ファイスピーエレスピ使って、いけ耐えた、いけ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 、いけ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 、ダメか。ちょっと待って、ボンバー回して、気まずい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 。ファイボ来ない。ある。おいおいおい、これどうやってめんだよ。スズメおい、うれチジおい、これのフィーバータイムがやばいなこれ。え？これクラロワ大丈夫か？一旦これ投げたっての結構やばくない？マジか。俺ちゃんとグラチャゲでちょっと無双しようと思ってたんだけど、ちょっともう一試合行くか。しかもレベルそんな足りてないってのがね、いっちゃんほんまにえぐい。キツアーボンバー、いやーまあもったいないか。ちょっとだけゴブジャイが天敵だ。アーチャーがいるっしょ。しもたなー。いやーちょっときついなーこのダメージが。これでも1匹ずつ入場してたら多分完封じゃない。いやーゴブジャイがきついわ。逆サイか、夢上げとしたら。ちょっとファイスピのレベルさえあればな。ケツボンバーはちなみに美味しくて、おおなるほどね、トリトンでカバーか。これもこんな感じでいけるからね。これで頑張って、オッケーいけいけいけ、ゴー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 、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。あー新カーチャー強い、頑張れ。オッケー、どっか行けお前、ボンバー投げんな。クークーやなー。まあこれで画像を処理するしかないよね。
いやーマジでね、なんかこのボーラーに出したところで意味ないんよね。本当にこうなっちゃうな。あー、ライトニングゲージみたいな話ですか。いやー苦しいわ。さすがにか。あー、さすがに夢途絶えたわ。まあ、ゴブジャイ天敵だな。まあ、ただこれにさ、大砲とか入れたらって考えたらさ、熱そうじゃない。ということで、今日はね、この、まあ、進化ボンバーとディガー以外全部クソ低コストやったらどうなるのってやつやってみたんですけど、なんか、思ったより強くて、ギリ勝ち越しっす、これ。3勝2敗じゃない今日俺多分。しかも惜しかったもんね。まあ、今のゴブジャイは、ちょっとやっぱボンバー刺さる相手なかったけど、思ったより強かったで。ということで、今回ね、強いカードなんで、本当にまあ、下方されてもまあいいやって人は、パスを買って、今のうちに気持ちよくなることをお勧めします。以上、1.5、ボンバーデッキでした。お示しバイバイ、またねー。6時からTwitchでストグラ